プロサッカーリーグ J2 のいわき FC が進める新スタジアム建設についていわき経済同友会が提言をまとめました。新スタジアムは J1 仕様で、若者がこの街で生きていこうと思えるような人口減少という社会課題を解決するスタジアムにしていくべきとしています。みんなでこれをベースにですね、いろんな形で、そのコンテンツを生かせるかどうか、生かしていくかどうか、生かし方はどうなんだ、そういうようなですね、議論を深めるための、一つのスタート、起点みたいなことになればありがたいなと。提言書は今週中にもいわき経済同友会のホームページに掲載されます。